星総一郎のレトロゲームサンデー。いや、この位置はまずいね。削られまくるから早いとこ脱出しないと。どんどん落ちるな。ああ、どんどん落ちる。おああ、もう結果落ちるんだよな。何これ。激しい、激しいな。また落ちる、また落ちちゃう。このなんかね、エギーの太いやつみたいなやつめっちゃ嫌なんだけど、これめっちゃ来るし、めっちゃ削ってくるし。徐々にどんどん減ってきてるな。どこまで落ちんの？また落ちてるな。なんかいなくないかな。もういた。やばい、なんか口数が減ってきたぞ。さてさて、ディフェンスアイテムありませんかね。あれがあればね、こんなに削られないんだけど。つい、この辺敵出ないな。
さあ、ボス沼を探し回っております。青ジュエル出してくれない。これか。お、これでも、これでちょっと稼げないかな。この特選でさ、なんか。やられ幅も結構あるから思うように稼げないな。一進一退な感じ。思ってる増えないな。こいつが若干強いのか、このやっぱこの変な敵が若干硬いのかな。全然増えないな。異様体効果悪すぎる。うまくこの青が連続で取れた。あ、いいぞいいぞ。今みたいな連続で取れるといい。なんだけど、敵が結構溜まると、対処しきれない。あー、やられのターンがね。出ない。敵の弾はね、いちいち当たるみたいな。よし、50来たぞ。これでもセーブしてる暇ねえな。手を休めたらもう、またやられまくるから。はい、もうちょっとだな。お、いいぞいいぞ、いい感じ。なあ、60いったらなんかちょい離れてセーブしたいな。
そんな雨あられじゃないところで。よし。よし、6時まで回復した。なんとか。よし。だけど、ここで登るのがまた至難の業よ。落とさないで。落とさないで。落とさないで。落ちました。落ちる。なんでここちょうど落ちるのかな。落ちますな。また50匹。よし、できた。どうだ、上か、どっかで上に。よし、なるべく上に行ってから横。ごめん、ジャンプ。うん。取れない。あー、斜め上だかな。あ、ちょっとこれいいやつ？いいやつね。よっしゃー、取れたー。取れた。これでちょっと、いいぞ。ああ、取れない。ちょっとこれはセーブするべきだな。お願いします。おーい。まあでもヘリは、マシになったか？このアーマーは。うん、激しいね、相変わらず。ああ、もう落ちるな。なるべく上に行くからの、ああ、なるべく上から行ってからの横に行きたいんだけど、結局行けない、落とされるっていうね。うん、あれは？お。このアイテムは何なんだ？
あのステージも長いね。お、珍しく、下だ。下だ、下だ。お、回り込んでる感じだね。おい、下、なんでこんなに落ちんの、ずっと。ほら、斜め上になっちゃったやないの、ちょっともう。うん、あ、ゴールは近いはず。でもさっきのステージみたいに横進んでて落ちるとこがなくていいな。でかいなぁ、ディフェンス。ディフェンスないとこのゲーム、きついね、やっぱり。あるとかなり楽になる。この、すごいストレスが溜まるけど。かなり楽になる。こっちか。おーい、ずっと落ちないで。ぐるぐる、さっきもさ、ぐる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 外から中に回っていく感じだね。手掛けでまだ回らせますね。うん、長い。ひたすら雑魚の攻撃を避けて、いや避けられない、避けられないけど耐えて。あった、来たー。レイコか、レイコ。レイコ来たー。行くぜ。おー、なんだこのレイコの攻撃。レイコちっちゃいから見にくいぞ、これ。こっちはな、あーまあ、あーでもヘリ早えな。ヘリ早えな。あんま当たんねえんじゃないか、こっちの攻撃。こっちの攻撃当たってる？あんま当たってねえぞ、これ。レイコ強えな。アーマー着ててもこれか。さあさあ、当たらん。よし、この、黒くなってる時は当たってるけど。でも体力的にはいい。蹴りは早いけど、まあ、ある分、いいぞ。だが、レイコに当たんねえな。当たりません。あ、50になっちゃったか。70何本あったのかな。うん、あんなに削られてんな。やべえぞ。次のステージのことも考えてるな。
まだ？レコ。おお、30代に入っちゃった。やば。まだか。レコ。レコ。やばいぞ。おお、やばい。当たらん、とにかく。お？おお、きついな。体力が当たんねえんだよ、とにかく。レコ。やばい、体力がない。やった、やったけど体力が20か。次どうなんだこれね。えどうだろうこれ。うん、とりあえずセーブして、あ、セーブって、これさっきのも残ってる？残ってますね。あ、これ待って、これ見とく。助けられる覚えはないわ。助けるつもりないんだけど。たった今まで戦ってたのに。うん。またそんなこと言って。意地っ張り。こんな怪我してるのに。誰が刺した？答えて、レイコ。なんであなたと私が戦わなきゃならないの？ねえ。大きな声出さないでよ。傷に響くわ。あなたと私は敵同士。だから戦うの。なんでよ。なんで敵同士なの。それでいいじゃない。いや、よくはない。理由を教えてくれ。よくないわ。言ってくれた、ゆう子。だって敵じゃないもの。めっちゃ戦ったけど。じゃあ、なんなのよ。友達よ。そう。友達よ。いつもいじめてたのに？嘘おっしゃい。今。何も今、そんなこと言わなくたって。私がそうだって言ってるのよ。レイコ、何を隠しているの？なぜ本当のことを言ってくれないの？てん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 。ゆう子の両親は仲がいい？急にどうした？え？ええ。兄弟がいるでしょ？喧嘩しない？ええ。でも、時々は。レイコ何を？私は全然反対よ。家もバラバラで、友達もいないわ。ずっと意地張ってきたから、そんなものだと思ってたし、妬んだり、そねんだりして、人を出し抜いて、人の上に立って生きてやろうって思ってた。だから、ログレスの誘いにも乗ったの。乗っちゃったか。人の世を支配できるって言ったのよ、あいつ。でも違う。逃げたかっただけなの。いろんなことから。悩みや嫌なことから。自分でも分かってた。もう、どうでもよくなってたのよ。今さら、ただ、逃げ出したかった。そういうことって、あなたにはないの？あるわよ。もちろん！でも、あなたはいつも戦ってたでしょ？いろんな悩みや苦しいことと。
私は逃げられるだけ逃げて、とうとうこんなところで死ぬ羽目になったのよ。バカなこと言わないで。きっと私が助けてあげるから。涙目、泣いてくれているの。私のために。じゃあ友達になれたのかな、私。ええ、ええ。ありがとう。暗くなってきたわ。もうよく見えない。さようなら、レコ、ユコ、レコ、レ、う、どうしてあなたが死ぬ理由なんてないのに。うはははははは、愚か者めが、どうになく流されおって、半端にバニヒーの心など持つからだ。まあよい。もともとそんな小娘など、当てにしてはおらぬわ、いうことが言ったな。バリスの戦士を、来るがいい。ベカンタリアのわしの城までな。そうすれば、すべてがわかる。待っておるぞ。気長にな。ふっは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 。許さない。ノブレス。お前は必ず私の手で。おう、ダンジョンブログレスキャス。これラストじゃないの、これ。はい、というわけでね、今回もというかね、ここまでですけども、いやーどうですか、なかなか、もう、大変ですけども、なんか、見えてきたような、見えてこないような、どうでしょうというところでね、また次回を、やっこりずに楽しみにしていただきたいと思います。何かね、もう次もう光を見出してね、ぜひもうさ最後を目指すんでね、ぜひぜひバリス最後までお付き合いください。それではね、レトロゲームサンデー、皆さん、良い日曜日をお過ごしください。また次回お会いしましょう。お相手は星総一郎でした。じゃあまたね、パピー。